上屋に来ました。天気が良すぎて目がよく開きません。行ってみましょう。出店がいっぱいです。いつもお祭りだと私よく食べてる印象でしょうけど、今日は食べ物目当てではありません。でもお腹空いてきました。はい、ここが北条屋の名物見せ物小屋です。見えない看板ですよね。これでこう夜、今日昼だからまだ開いてないんですけど、夜になるとはい、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい、はい、そこのお嬢ちゃん、坊ちゃん、寄ってらっしゃい、見てらっしゃいっていう感じで呼び込みされます。はい、続いてこちらです。お化け屋敷、地元の噂ではマジで出るそうです。食事タイムになってまいりました。今日はこちらです。どん、牛タン、何焼きだったかな、塩だれとベーコンエッグのお好み焼きです。牛タンか、お店で牛タンとか珍しい。しっかり厚みもあって美味しい。お塩だれ美味しい。800円です。これちょっと高いけど、牛タン上です。これこれは美味しい。普通に本当に美味しい。当たり。次はお好み焼き。これ何風でしょうね。あ、焼きそばが入ってる。これ絶対暑いよね。暑いよね。暑い。今日の本命はこちらです。金魚すくい。小学校の頃に培った金魚すくいの腕を今見せる時が来ました。結構上手ですよ、私。これにしようかな。ちょっとまずちっちゃいのかな。早いんですけど、上手なんですよ私。はい、あ、見た今の。飛び出したよ。ちょっと。もう一回します。追い詰め作戦。あ、もう破れとし。
あもうこれ勢いで、はい、やったやったやりましたやりました。最初に救った子がいなくなったなんでどっか行ったよ。元気が良すぎ楽しいですよ、金魚すくい。皆さんもお祭り行ったらぜひやってみてください。でもお店選びは慎重に。元気がいいと作っても脱走します。なんで、いやいや意味が分からない。なんで私が頑張るの。すごいこれ、肉が回ってます。それをこさえで切っているおじちゃん。生姜ってあんなに葉っぱついてるんですね。山椒が。箱崎宮に着きました。じゃあお参りして帰りたいと思います。じゃあねー。